皆様こんにちは、ことぶきみなこのパンパンマジことぶき。今回はですね、パリ Vlog、 もうまさに Vlog という名前にふさわしいようにパリのいろいろ巡ったところをひたすらご紹介していく旅ログ的な感じになっております。パリのローカルな場所、そしてパリといったらここだよねっていう景色も合わせてのんびりと楽しんでいただけると嬉しいです。それではチェケラー。マジことぶき。はい、私は今ここの駅にイギリスからユーロスターに乗って到着したんですが、駅の外観はなんとこんな感じでした。すごくない？こんな豪華な駅に私は到着してたんですね。パリだね。聞こえてくる音が全部フランス語だし、見る文字もフランス語。ちょっとずつ慣れていきたいと思います。でね、車の走るルートも右側通行ということで新体験です。さっきちょっと外に出てカフェオレを頼むことができました。やったー。もうなんとか通じました。なんか忘れてた、こんなにも、まあ、英語も別にネイティブではないけど買い物に困ることは、てか注文を間違えたりとかはまあほぼなかったんですよね。っていう状況下だった中で、今私はボンジョーとボンソワーとメルシーとかしか知らないから、だからもう通じることの嬉しさを改めて痛感しましたね。うわマジことぶき。コンコルド広場におります。ちょうど見えるかな？あのトラックがあれなんですけど、凱旋門です。そして見えますか？こちらがエッフェル塔。そしてコンコルド広場にあるモニュメントがあったり、あっちが公園かな？あそこがね、寺院なんですけど、残念ながら表は今工事中だそうなので見えません。看板があるところですね。こうやってコンコルド広場から一周してパリの素敵なところを楽しむことができました。やばい、店内に並ぶモンブランが、オルセーが見える。現在私はチューイルリ チューイルリ公園にいます。雰囲気がもう本当に素敵なんですけど、ここがパリです。曇っては参りましたが、ここを抜けると見えてくるのがルー
びっくりするぐらいね、人が多いですね。やっぱね、ルーブルの地下にはエントリーしなくてもちょこっと見れる場所があってっていうのがあるんですけど、すごい面白いです。こうやって昔のルーブルの昔のが残ってる壁にこうやって電飾でいろいろね文字が書かれてたりとかして、それに合わせてもうあそこショッピングセンターなんでマクドナルドとかが見えたりするわけですよすごいコラボレーション、美味しそう。はい、ただいま私はラメゾンデチョコレートパリスにおります。兄から買ってこいと指令がありましたので、こちらはパリ価格で日本の半額ぐらいなのかなって買って帰りたいと思います。こちらがエミリーインパリ、エミリーが勤めていた会社のビルでございます。イエーイ、聖地巡礼。マジことぶき。さあ、今回泊まるホテルはこちらです。ちょっと荷物置いてますけど、可愛いんですよ普通にね。なんかちっちゃい女の子がいたりとか、ベッドも広いし冷蔵庫もあってコーヒーも入れられるし、これちょっと自分が今置いたんですけど、そしてなんといっても外が見えます。なんかパリに暮らしてるみたいな雰囲気じゃない？最高。私は今サクレクールジーンに来てます。めっちゃいい天気、綺麗ですね。ジーンからパリを一望しております。綺麗な空。フランスのスターバックス、ちょっとゴージャスだそうですよ。うわ、宮殿や。みんな宮殿でお仕事してる。すごい。うわ、お散歩しちゃう感じ、かわいい。アメリのカフェに来たよ。サインあります。そんなお店でクレームブリュレいただきます。アメリ風に忘れない。パリとは行かなかったんですけど、おいしそう。中もずっしりとたっぷりと入ってる感じやから、いただきます。優しい甘さです。美味しい。ベロッといっちゃいそうです。マジことぶき。ということで今回の動画ご覧くださりありがとうございます。パリの景色いかがですか？今見ても懐かしいし、すごくときめいたなと思います。小さな小さな私の冒険記のようなこの Vlog、 また見返していただけたら嬉しいです。そして皆様もパリ行かれた時はいろいろ巡って楽しんでくださいね。ではことぶきみなこのパンパンマジことぶきでした。バイバーイ。